オーシアとユークトバニアとを巻き込んだ環太平洋戦争。この大戦の要因となったのがその15年前に起きたベルカ戦争である。15年前ベルカの地で何が起きたのかが今明かされる。エースコンバットゼロ、ザ・ベルカンウォープレイヤーはウスティオ空軍第6航空師団第66飛行隊ガルム小隊1番機。タックネームサイファー。相棒は片羽の妖精の2つ名を持つ男、タックネームピクシー。プレイヤーは両機に指示を与え協力して戦う。両機への指示は前作に比べより具体的になり、状況に適切に対応できるようになった。エースの生き様はその行動によって3つに分けられる。脅威にならない敵には手を出さない誇り高いナイト。臨機応変、状況を見て撃つかどうかを判断するソルジャー。金のためなら全てを破壊するマーセナリー。この分類によりプレイヤーの名声や無線の内容、遭遇する敵部隊のほか、ムービー演出まで細かく変化する。ガルム小隊だけがエースではない。プレイヤーの前に敵のエースたちが立ちふさがる。ベルカの空を駆け抜ける緑のフクロウ、グリューン隊。脱走者を処刑する黒いハゲタカ、シュバルテ隊。他多数登場。彼らはさまざまな戦場に現れる。特に隆起した地形が円形に広がる地域、ベルカ絶対防衛戦略空域エリア B7R、 通称円卓。重要であるがゆえに敵味方のエースを呼び寄せる激戦地である。これまでにない激しいドッグファイトが予想される。プレイヤーの腕に期待する。さらにアサルトレコード、プレイヤーが仕留めた敵エースの使命などパーソナルデータを確認できる。かつて戦った敵エースの生き様をかみしめろ。最後に 2P 対戦モードがパワーアップして登場。さまざまな対戦ルールを用意して君たちの挑戦を待っている。It's going to take a while. It happened years ago. Did you know there are three kind of aces? Those who seek strength, those who live for pride, and those who can read the tide of battle. Those are the three. And him? Call team, we cannot authorize a retreat. Intercept them. I figured you'd say that. Ago, there was a war that engulfed the world.
was a fighter pilot they called Solo Wing Pixie. This man was his buddy. Falcon fighters approaching. Shoot them down and secure air superiority. They've come to greet us at the door. He is the man I seek. They're faster than anything we've come across. These are round table fighters. Stay sharp. Single red wing. I've heard it, pilot. And so, with the words of Solo Wing, the curtain rises. It was a cold and snowy day. エースが語るエースの生き様、エースコンバットゼロ、ザ・ベルカン王、3月23日新発売。